ノックアウト。あちゃん、どうしたの？なんでしょげてるの？うーくんに。ああ、怒ったね。ついにさすがにゲームやりすぎて怒られた。ね、さっきちょっとふって思って、ふじゃない。で、あーちゃんって言って、ん？何？怒らないで聞いてほしいんだけど、つって一応断りを入れてね。最近さ、あーちゃんさ、さすがにスプラトゥーンやりすぎじゃない？いくらなんでもやりすぎじゃない？で、俺言った。怒られた。もうやっちゃダメかも。そんなことは言ってないでしょ。そんなことは言ってない。ゲーム必要で、俺だって気持ちわかるもん。だってスプラトゥーン無限にやっちゃうから。スプラトゥーンっていうゲームは確かに面白すぎる。2の最初からやってるもん。じゃあうーくんが2からやってた分の時間、あーちゃんはやっていいってことになるよね。今までずっとさ、あーちゃん電話してる時とかもさ、ここだって、うーくんがさ、ここだねえ、聞いてんの？ここぞとばかりに。あーちゃんがこうやって話しても聞かなかったんだ。そうだ。いや違う、まだできまーす。違います。期間と時間がいくらなんでも案件に突入し始めた最近。本当？だってさ、本当に真剣に言われたから、なんかもうへこんでる今。俺とポンスとあーちゃんの妹となんかマリオパーティーとかイエーっつってさ、団らんしてたわけですよ。なんかもうあーちゃんはパッパッパッなんか効果音を撒き散らしてずっと晩から待ってて。ガチアグラですか？旅行でずっとやってなかったから、 Wi-Fi がとホテルは繋がんなかったから。そうですか。ねえ、お願い、まだやりたい。何をお願いされてんの？怒んないでってこと？いや怒ってないじゃん。注意しないでも。注意イコール怒るってなるってことですか？あーちゃんはそんなことはない。いやだ、普通に怒りも何も込めずに普通に言っただけ。一番へこんでる最近で。じゃあ1日何時間スプラトゥーンを平均やってますか？4時間ぐらい。4時間ってまあまあ長いよ。でも朝の編集4割ぐらい終わりぐらい、いちいち4時間、まあまあ、マックスぐらいだろうな。他に忙しいことがあって、いろいろあって、ふうの一息のストレス解消のスプラトゥーン、間違いない。最高に染みますわな、うん、ビールみたいなね。そうだってあーちゃんはさ、飲みにも行かないしさ。そうだよ、えらい。友達いないしさ。スプラトゥーンぐらいやっていいと思う。やっていいと思うよ。やっていいと思います、僕も。でもじゃあなしね、さっき。やっていいんだけど、えい。さっきのなしにして。さっき言ったやつなしにして。はい、ここにでかいニキビができました。かわいそう、かわいそう。何これ黒い、何これ黒いの、暗いの。この家さ、ダウンライトだからさ、もうそう、顔が真っ暗になるね。そうなんだよね。撮影も汚いな。はい、で今でかいニキビができた話だと思うんですけど、最近あのちょっとヒゲ脱毛を1回目行ってみて。てか剃っちゃったの？ん？剃っちゃったの？うん。そうなんだ。こうプチプチやったら抜けるよ、やってみたら。うん。でピピピピピって言って、あ、ね、あのパチパチ、まあ、拷問かと思って、うん、でちょっと、まあ、この辺がねちょっとヒリヒリして、うん、こんなでかいニキビができます。かわいそう。ここのここは、あー、こんなに荒れちゃったの、うん、あー、うーくん大丈夫？なんかちゃんと塗ってる？保湿したりとか。俺は何もつけない。
まあいいんだけど、そんなことは、うん、あとこれえ、これ潰していい？え、そう、言い始めて やばい、やめて、あれ怖い。あなたはためを持って言ってるの。いや、このニキビ潰して、まあ、自然にポロって落ちる。すごい出るよ、なんか海みたいな。もうこれこれ、もう TikTok に撮れるって、これTikTok になるよ。気持ちいい系のね。え、痛い。え、これ頃合い？ちなみに実った？実りすぎ。もうだから初期の段階でやんないからこんなんパンパンになっちゃうんだよ。で、周りも明るくなっちゃって、赤くなっちゃって周りも明るくなる系のキャラなの？そんな太陽系ニキビなの？天真爛漫なこの子の周りはみんなハッピーになるんだ。なぜかあいつの周りはみんなハッピーになって人が寄ってくるんだこのニキビの周りにはな。いいから早くやらしてね。これほっといてるからよっしゃ。じゃあ厳かに横なさっていただきますまずマキロンを持ってきます。マーキロンあーちゃんってなんかこういうの好きだよね。プチって潰す昔から。それってプチって潰すとさ、あれない、好きな、ね、逆にそのダメ、逆効果って言わない？初期の段階で潰しておけばそこまででかくなんない。どっちにしろ何かニキビができたその後は絶対後になるから、ちょっとくらいだったら早くその塊が。怖い、そのピンセットやだ、爪でこうやってやってくれよ。大丈夫、分かった。でも毛が真ん中に生えてんだよね、この出来物の真ん中に毛が生えてる。お前さ、おっさんじゃん、もう最悪じゃん。でもちょっとね、そんなこと言うなカメラの前で君の真ん中に毛が生えてる。そんなことわざわざ言うな。キモいんだよなこれもうさ、ちょっとちょっと、じゃあ行きますよ。今日の柴竹はこれね。柴百合です。大きいニキビができました。誰も嫁に潰してもらうところです。パンスです。最近ママがいくらなんでもスプラトゥーンをやりすぎていますねえ、そんな話しないで。もでも元気なくなるから本当にやめていいんだ、忘れる。じゃあいきます。ちょっと拭きますね、周り。ちょっとこっち見て怖い、大丈夫、怖い、怖い、大丈夫。見ない見ない見ない、あ、見ない。そう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 、じゃあこれで隠してていいよ。じゃあまずこの真ん中の毛を抜くね。毛を抜くね。あ、はい。毛じゃなかった。え、何、黒すぎてもう粉瘤みたいになってるね。食べすぎでしょ、いくらなんでも。え、食べすぎ、いくらなんの、食べすぎ、その白いのああ、そっか、うん、ちょっとプチンとやりますか。昨日でき始めたぐらい。え、昨日でき始めてこれになってんの、やばい成長力すごい。いや、それはじゃあちょっと盛ったかもしれない、わかんない。先週なかったじゃん お願いお願い、一回やらせて。そんな笑ってる人に俺施術を任せられない。無理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 。真剣にやるから。この途中に爆笑が来たらどうするの？こう持っていかれるかもしれないし。じゃあ真剣に行きます。起きちゃうからもう。ちょっと行きます。もう。俺がやる、ね、俺がやる、無理無理無理、本当にやめて。あなた下手くそだから。私は肌を丁寧に扱うのうまいから。ちょっとあの固定しとくから。あ、自分も。じゃあまず様子見ますお前あんなにつってて、いい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 、行くよ、行くよ行くよ、よし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 。まずこのこの先端をちょっとつまむ。え、待って、硬っ これちょっと針にピンっていかないとやばいかもしれない。針にピンってやっていい？針にピンってやっていい？針？うん、あの、いや、もう爪でこうやってでパーンでいいじゃん、うん、じゃあじゃあそうする。もう汚いな、いいでも
ルル君頑張ろうね。これほっといて。なんで俺のニキビの汁に触ってくれないの。あー汁触るよ。じゃバイキン入るじゃん。じゃそう本当に気をつけた方がいいこんなの、うん、こんなん俺やらんって。本当にいつもさ自然に黒くなってポロって取れるんだってこんなん。いやでもあまりにもでかすぎ、こんなん見たことない、うん、えでも見た目の話、見た目いいよ別に。一旦大事ななんか大事な撮影みたいなのは最近直近ではないから、俺の顔面がセルフダウンタイムをかましてもできます。うん、うわっ待って、もうやば、これが核だ。え、ちょっと待って、この中出たんだけど、中身出たんだけどさ、どうだ、外身があるんだよね。剥がしてもいい？外身、うん、このドームがあって、うん、中身は出てきたんだけど、ドームの皮が硬すぎて、うん、その皮を取ってもいいかっていう。ドームはいいんじゃない、かさぶただし。かさぶたを、まあ、海はでも出た。ありがとうございます、うん、どういうさモンスターが取れたか見せてくれない？え、なんかモンスターが出てこない。え、やばい、何それ。まあ海は出たってことね。出た出た出た。でもちょっと根源がいるよみたいなね。うん、ちょっとね、じゃあこれでもう多分大丈夫だと思う。プチ施術を受けてなえた。嘘、元気出してもう一回。はい、でいくらなんでもスプラトゥーンやりすぎっていう話ですよね。え、その話って戻るの？うん、もうその話されたくない。だって悲しくなってくるから。俺はその話をしたかったんだけど。え、このサブちゃんの目的ってそれってこと？あーちゃんがなんか怒られたって言って悲しくなってるのが面白かったかな。あーちゃんは怒った後にニキビでテンション上がって、なんか思ったより気持ちよくなくて、うん、って感じで、うん、ちょっと喋ろうって言ってます。そうです。スプラトゥーンはもうずっと楽しくなり続けちゃうんだよこれからも、うん、そうね。ちょっと時間減らしてもいいんじゃないくらいの。え、でも本当やってなかったの、うん、じゃあずっと月火水木金今日の 夜までずっとやってなくて、うん、なんか組織液が出てくるツーってここツーって、え、鼻水かなと思ったらここら辺は濡れてないから組織液だと。いや、そのね、だからフラストレーションがあったの今日は。妹も、うん、もう姉ちゃん疲れてると思うから私が全部やるからいいよって言ってくれてたの。だから LINE してたの、そういう LINE を、うん、だからあーちゃんは今日これだったの。分かった。なるほど。じゃあ次あーちゃんが鼻整形したい話します。整形しようかな今、うん、あちゃんの鼻をということで、はい、僕はもう大丈夫です。え、もういなくなっちゃうの？入ってきます。じゃあ私もこの辺で終わりにしようかな。それ毎朝やってんの？だ、結局この顔がね、いいんだよね。これがあちゃんなんだよね。じゃあバイバイみんな、 See you、 おやすみ、バイバイ。